本日は、京都物流ミュージアム主催寺子屋スコラーボリューム5、歴史研究家尾身野清春先生による坂本龍馬と仏教の講演にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本当に今雪が舞っている、そういう中でまだ遠いところからもお越しいただいた方がいらっしゃって、誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます、私は本門物流宗神戸の正法寺というお寺の福岡清王と申します。よろしくお願いいたします。まず講演の前に、携帯電話をお持ちの方はマナーモードに設定していただくか、または電源をお切りいただきますようによろしくお願いいたします。それでは講演の前に、この京都物流ミュージアム、この建物の1階がミュージアムになっておりますが、ミュージアムの運営する生涯学習プログラム寺子屋スコラというものについてご説明をさせていただきます。まず寺子屋スコラの寺子屋というのは、江戸時代の仏教寺院、お寺で開かれた学校のことでございます。それから寺子屋スコラのスコラというのは、中世ヨーロッパでキリスト教などの教会で開かれた学校のことでございます。洋の東西を問わず、お寺、それから教会、教育施設の原点はそういう宗教施設にございました。その名前を重ね合わせて寺子屋スコラとし、21世紀の寺子屋になれるように京都物流ミュージアムがこれから継続して行っていく生涯学習プログラムでございます。生きるを学ぶ、生きるを学ぶということをテーマに、さまざまな講師をお招きしてこれからも講義を行ってまいります。またそれぞれの講義の様子は京都物流ミュージアムのウェブサイトからインターネットでご覧いただくこともできます。社会のさまざまな物事を仏教という視点から切り取って見つめていくと、放送大学の仏教版のようなものであると思っていただけると分かりやすいかもしれません。本日は誰もがよく知る坂本龍馬という人物を仏教の視点から見ていくことによって、本当の明治維新とは何だったのか、坂本龍馬の真実とは何なのかということを学びます。本日の講師は歴史研究家であり、幕末史研究会会長、そして全国龍馬社中副会長、著書には坂本龍馬と刀剣、坂本龍馬青春時代、坂本龍馬と竹島開拓、龍馬88話などたくさんの著書をお持ちの尾身野清春先生でございます。本日皆様には尾身野先生から、本日の講演の資料をお配りしておりますけれども、お持ちでない方はいらっしゃいませんでしょうか。皆様このこちらの資料をお持ちでしょうか。あ、はい、こちらお願いします。それでは、尾身野清春先生にご登壇いただきます。尾身野先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介預かりました尾身野でございます。今日は坂本龍馬と仏教というお話を1時間ばかり申し上げるつもりでございます。よろしくお願いいたします。
皆様にはレジュメが A3 で3枚、ホッチキスで留めたものがいってると思うんですけれども、その順序でお話を申し上げたいと思っております。まずですね、坂本龍馬というのは大変人気のある幕末の人物でございまして、数年前 NHK の大河ドラマで、福山雅治さんが龍馬をやって、あれからまた人気が出たようでございまして、龍馬伝も今年の4月から再放送するということで BS で4月から始まるということでございますので、また見る機会もあるかと思うんですけれども、一つ面白いものをお見せしたいと思って持ってきたんですけれども、これは皆様ご承知の坂本龍馬の写真でございます。ところがですね、後ろをこうパッとこう直しますとソフトバンクと書いてありまして、黄色白黄色という形態 のソフトバンクでございまして、孫正義さんが大変な龍馬ファンでございまして、龍馬たちの開園大旗というのはここにありますように赤白赤という旗を船に、なびかせていたわけですけれども、ソフトバンクは黄色白黄色と色を変えただけということで、龍馬のように、爽やかに、経営というのをやっていこうということで、孫正義さんはこういうものをこれ社員用に作って社員に配ったものでございまして、一般用じゃないんです。社内向けでこういうものを作っているという、そのぐらい、龍馬にのめり込んでいるという方でございます。まだその他政治家の人でも、いろんな人が龍馬ファンと言ってるようでございますけれども、本当に龍馬の人気というのはすごいなと思うんです。それでですね、龍馬について の研究というのは非常に古くから行われてまして、大正時代から始まってるんですけれども、坂本龍馬全集というのはこういう大きな本でございまして、一冊全一冊で、龍馬の資料が入っております。実は中身は重いんで持ってこなかったんですけれども箱だけなんですけれども、これが坂本龍馬全集でございまして、これを作った先生が編述した先生が宮地佐一郎という土佐出身の小説家でございまして、直木賞に3回落ちたということで、ノンフィクションの方で、活躍いたしまして、おさらぎ次郎の天皇の逝去の時にやはり龍馬を書くということで、おさらぎ次郎先生に可愛がられていろいろお手伝いをしたという先生でございます。その先生がなぜか偶然にも私のうちのすぐ近くにお住まいだったもんですから、二十数年、坂本龍馬についてお教えをいただきました。そんなことがあって私がずるずると龍馬研究の方にのめり込んでしまったということでございまして、人生どこでどうなるかわからないなということでございます。ですから龍馬という人物は非常に面白い人物で、非常に多面体な人物でございますので、いろんな角度から光を当てていくと、そのたびに違う龍馬像がこう出てくるわけで、今日は坂本龍馬と仏教ということで、仏教という視点から龍馬を見てみようということで、龍馬が残した手紙とか歌とかそういうものから、龍馬の仏教観というものを探ってみたいと思っております。それでまずレジュメの1に坂本家の系図というのがあると思うんですけど、
ちょっとご覧くださいませ。坂本直海と書いて直美と読みます。この方が坂本家の初代でございます。2代が直住、3代が直足、4代が直方というふうに、続いていきます。この直方の一番下の弟が龍馬でございまして、この直方ご覧、通称は権平というんですが、この権平兄さんと龍馬の間に3人女性がいるんですけれども、一番下が末の弟が、龍馬でございます。でそれで龍馬の諱は直景というもので、諱直という字がつくんですね、諱には。それが途中で直成と、柔道の柔という字ですね、柔らかいという字に変わっております。これについては後でちょっとお話申し上げたいと思うんですけれども、まあ土佐の豪商の西谷屋という豪商の長男が直美でございまして、分家いたしまして豪氏の家を作るということでございます。でその2代直住の奥様が久というんですけれども、この久のお父さんというのが井上義治と、その下にちょっと詳しく経歴を載せてありますけれども、非常に禄は低いんですけれども、侍階級と計画の子ということで、和歌に非常に堪能であったということでございまして、それで寛政10年、寛政元年の10月に、盛んなかった証拠役という、役職、下級の侍の役をもらったんですけれども、その後を引き継ぎの時にですね、献上した鰹節の数が足りないということが起きたんですね。横流ししたのではないかという、濡れ衣を着せられて、それで親戚預かりというふうになりまして、古風で誠実な人なので、そんなことは絶対にやっていないと、冤罪だということで、神様に誓いを立ててということで、神社に詣でまして、それで読んだ歌が「乳母玉の暗きにたどる一つ橋、危うき道を神も助けよ」という歌を読んで、それを川に流しますと、それがしばらくしてという別の海岸のところに流れ着いて、それで何て言うんですか、冤罪が晴れたということで、大変有名になったという方でございます。この井上光春の娘が久でございまして、歌合わせの半者の開祖ということで、大変歌の方では有名な方、国学系の方でございます。ですから坂本家のこの日、に嫁いで久と直住の間に光という女性が生まれるわけです。三代直足の奥さんですよね。で直足は養子で山本という家から来ております。ですから家付きの娘ということで、それで久光というふうに国学和歌の道がこう伝わってまいりまして、龍馬もその孫ということ、久の孫ということになりますので、歌をたくさん読んでいるということでございます。それで丸二のところに龍馬の和歌ということで、載せてありますけれども、一番右側に短冊を、これ龍馬の直筆でございまして、心からのどけくもあるか述べはなお、
雪気ながらの春風ぞ吹くと名をなりと書いた短冊が載せてあります。なかなか達筆だと思います。これが短冊の実物でございます。このぐらいのものでございまして、これは龍馬ではなくて七教地の東久世さんの直筆のものなんですけど、これ宮治先生にいただいて、かけてあるんですけど、今日外して持ってきたんですけれども、まあこういうものにこう、和歌をこう書くということでございます。龍馬は歌をかなり残しております。なかなかうまいと思います。その歌の中に「楢崎小作に愛し夢見て」と題がついている歌がございまして、「面影の見えつる君が琴の葉を家宿に祭る今日の尊さ」、それから「父母の霊を祭りて」と、数色の魂や来ませとふるさとの雲絵の空を仰ぐ今日かなという二首の歌がございます。で、楢崎小作というのは龍馬の妻のお龍のお父さんでございます。楽府ですね。この人はお医者さんでございまして、京都の松蓮院の宮の侍医をされていたという方ですけれども、安政の大獄で獄死しているということで、龍馬はこの人には一回も会っていないんですけれども、なぜか夢の中でこの会ったこともないお龍のお父さんに会ったんですね。で、面影の見えつる君が琴の葉を家宿に祀る今日の尊さ、それで何か夢の中でこの楢崎小作から声をかけられた。それが気になって、昇魂祭ですね、魂を祀るというのをやった時に、読んだという歌でございます。それから父母の霊を祀りてと、数色というのは古語で数色派という、父母両親のことを言うわけですけど、両親の魂や来ませとふるさとの雲井の空を仰ぐ今日かなと。で、ふるさとは高知でございます、土佐でございます。で、これはですね、お龍の階層に半言校というのがあるんですけれども、その中に慶応3年の8月18日に長崎の小曽根邸の奥座敷で、その昇魂祭をやったというお龍の証言がございますので、その時に読んでいるということで、長崎から土佐の方を見て、両親の魂があちらの方から来るのではないかと、空を仰いでいると、見上げているという歌でございます。これ二つを見てみますと、その何て言うんですか、幕末動乱の時代に、それこそいつ切られるかわからんという時代にですね、その両親とか、そのまだ会ったこともないお龍のお父さんの魂を休めるために昇魂祭を開いていると。この昇魂祭はあの世からその魂を招いて、それをこう祭祀するということで、僧侶が読経する場合と神官が祝詞をあげる場合、両方あるみたいですけど、これは僧侶が読経しているんだと思います。そういうようなことを龍馬はやっていると。龍馬というとどうもピストルを撃ったり、何か危なっかしいような行動ばかりしている動乱の志士のように思われますが、実はこういうその先祖を敬うというようなことに大変苦慮しているという一面が
この歌から見ることができると思うんです。それでは2枚目のレジュメをお開けください。龍馬の手紙というので、慶応元年9月9日、坂本乙女親部宛てという歌が手紙がございます。ちょっと読んでみます。そして早々忘れしことあり、あの私がおりし茶座敷の西の通りがある。その上に竹が渡して絵やら字やら何か投資に騎士もの騎士騒動ものあり、その中純蔵さんの書きしものあり、お送り、そして短尺箱に父上母上父上のお歌、おばあさんのお歌、ご兄さんのお歌、お前さんのお歌、これありけり、何とぞ父上母上おばあさんなどの死にうせたまいし、時と人皆短冊の裏へ恩印なされ恩越しと書いたんですね。恩越しというのは送ってくださいという意味なんですけれども、自分が土佐で住んでいた坂本家のその離れになってるんですけど、そこの西の通りがあると、そこの上に竹が渡してあって、そこにいろんなものが載っているというんですね。廊下の上にこう竹を渡して、そこにいろんなものをこう載せてあると、そこにその箱に入ってこういう、短冊が あると。でその中からおばあさんのお歌、父上母上おばあさんのお歌を送ってくださいと選んで、でその裏にこの書いてある裏のところに死んだ時の日と時をみんな書いて送ってくださいというふうに言ってるんですね。この中に純蔵さんが私に送りし、文が投資に記し、大抵半紙ぐらいのものあり、起こし、これは平太郎が父のもの欲しがり候間使わし候と書いてありまして、平太郎というのは 高松太郎でございまして、純蔵というのがお父さんですね。これは純蔵というのは龍馬の お姉さん、千鶴姉さんの旦那様でございます。ですからこの高松太郎は龍馬はおじおいの関係になります。年が近いんですけれども、権平と龍馬は18歳年が離れてますので、かなり子供が生まれるとおじおいなんですけれども、年が近づいちゃうんですね。それで、その書いたものがあるからそれも送ってくださいと言ってるんですね。ですからここを読んでみますと、その父上母上おばあさんなどの死にうせたまえし時と人皆短冊の裏へ恩印なさえ恩越しと、要するに没念をこう書いて、それをその京都へ送ってくださいと言ってるわけですね。でそれを見てその供養するというんですね、その年月日に合わせて。そういうようなことを書いたものでございまして、その動乱のその時代に龍馬はこういうその家族の母体を弔うというようなことをきちっとしながらその活動をし続けているということだと思うんですね。その辺はこの文章から見てもですね、父上母上の恩歌、おばあさんのお歌、ご兄さんのお歌と、これは権平兄さんのお歌ですね、お前さんのお歌なんかもあるだろうと。お前さんというのは、坂本乙女ですね、お姉さん、すぐの上のお姉さんですけれども、もあると。
ですからもう家族全員が歌を詠むわけですね。でそういった短冊がその廊下の上のところに箱に入れてあるから、その中から選んで送ってくださいと。で、それぞれ音聞き捨てなく起こし念じ賢と書いてあって、あの聞き捨てにしないで、あの聞いたけど実行しないっていうこともあるわけだから、あのちゃんとあの送ってきてくださいよと念を押してるわけでございまして、龍馬っていうのはそういう心の気配りというのができる人物ということだと思います。まあこういうところから見ても、あの何と言うんでしょうか、その仏教の家庭で育って、龍馬のうちは浄土真宗なんですけれども、そういううちに育って、そのそういうものをきちきちっとこう行っていくという習慣、しつけというんでしょうか、そういうものがあのきちっとされている、そういうふうに育っている人ということだと思います。それでですね、ここからもう一つ入っていくんですけれども、龍馬はですね、直影という意味なんでございましたが、途中で直成に変えているという話を先ほどいたしました。それはですね、あの実は直影を使った、龍馬の手紙はあの139通、これあのさっきの全集のダイジェスト版で講談社から出てる龍馬の手紙なんですけれども、これ年代順に並んでます。そしてその慶応元年の12月14日あの薩摩の吉井康介、それから岩下佐治右衛門両方に宛てた手紙に直影と書いてあるんですね。それで直成と書いてある書筆はあの慶応2年の10月5日吉井康介宛て、なんです。そうすると慶応元年の12月の14日が最後で、それで新しい直成という名前を変えたのが翌年の10月5日の手紙と、その間約10ヶ月間の間に何かあって、意味名を変えたんだろうということが分かるわけで、意味名を変えるっていうのはよっぽどのことがない限りは変えないわけですから、それをなぜ変えたのかというと、じゃあこの10ヶ月の間に何があったんだと、龍馬の生涯でと。で龍馬の年譜をずっと見ていきますと、慶応2年の1月の23日に伏見の寺田屋で伏見奉行所の役人に襲われて、ピストルを撃って逃げるという有名な場面があります。あの手を切られると、それであの伏見の薩摩藩邸に逃げ込んで、それで吉井康介が助けに来て、西郷が非常に怒って俺が行くと言ったのをみんなで止めたという、それであの龍馬を籠に入れて、それであの京都の伏見から京都の薩摩藩邸に逆に戻すという形にして、そこで約1ヶ月間療養いたします。そしてそれから今度また伏見通って大阪へ出て、薩摩へ行くと。でそれにあのお龍もついて行って、これが日本最初の新婚旅行という有名な話になるんですけれども、ちょうどその寺田屋で撃たれて大怪我をして死に損なったのがちょうどこの名前を変えた間にあるんですね。だから多分龍馬は寺田屋で切られたという寺田屋事件があって意味名を変えたんではないかという推定ができるんではないかというふうに私思いました。それであの
意味なのその人名辞典、幕末の人名辞典を見ていきますとですね、意味なで大体使う漢字というのは決まってまして、正しいとか忠義の忠とか、それから信仰の信とか、それから義とか勝つとか、それから吉とか利とか武とか主なんていう字があるんですね。それで明治維新人名辞典、吉川公文館のものには4295人の名簿があるわけです。そこの意味名をずっと調べていったんです。そうしましたらば2人だけでした。柔道の柔、柔らかいというのを使ってる、それ以外はありません。ですから非常に珍しいんですね。柔道の柔という成というのを使う、それは何だろうかということで、調べていて、実はすぐにピンときたんです。それは何かというと、実は私自分のうちの母体寺は日蓮宗でございまして、私日蓮宗のお寺の門前で生まれております。ですからよくお寺へは行っていまして、特に祖母がよく連れて私を行ってお経をあげたりしてるそばにいて、その中で、こちらの中にも日蓮宗の方いらっしゃると思うんですけれども、方便門という第二というのと、如来十両本という第十六という、これはもう必ず日蓮宗のお寺ではあげるお経でございます。でこれレジュメの3をお分けいただければ、ここに如来十両本の全部ですね、載せさせていただきました。その中にですね、四角く囲んだところが2箇所ございまして、七色入難というのと、入は七色社ということで、入和という言葉と七色、正直という意味ですよね。入は柔らかい、七色というのが両方出てる。それでこの直という字のと入という組み合わせというのが出てくるわけで、私はこれはもう私が勝手に考えたんですけど、どうもここからその取ったんではないのかなと思って、その龍馬の周りにいる人物で法華経にご縁のある人はいないだろうかということで、調べ始めたんですね。そうしましたら、まず龍馬の師は勝海舟でございますので、勝海舟は日蓮宗でございます。それで静岡に蓮英寺というお寺がございまして、何年か前に行きました。ちょうどこの坂本龍馬青春時代という、この中で龍馬と法華経という章を書いてるんですけれども、幕末三州の妙法蓮華経が小田山君が書いて書けてあるお寺なんですけれども、今日私東京から来たんですけど、びっくりしたのはその蓮華寺で見た掛け軸が下の1階に飾ってあったので、うわーと思ったんですけれども、いやよく貸してくれたなと思ったんですけれども、後で伺ったらは大変なご努力をされて、借りられたそうでございまして、勝海舟と山岡鉄舟の大題目が ちゃんと飾ってありました。であれ高橋伝舟と3人の大題目なんですけれども、ところがですね、海舟が龍馬にその名をかけというのは縁起でもないから名前を変えた方がいいぞというかというと、
実はその時海舟が江戸にいまして、龍馬が斬られたこともわからないんですよね。ちょうど薩長同盟を締結いたしまして、それで伏見へ戻ってきて、その夜に役人が襲ってくるという有名なところなんですけれども、その薩長同盟密約で極秘のうちに、結んだはずなんですけれども、回収日記を読んでいますと、1月21日あるいは2日なんですけれども、締結したはずなのが2月1日江戸にいる回収に聞こえてくるんですね。それで薩長と結びたいということと身になるかっていうふうに書いたんですね。これうまくいくかなっていうことが書いてあって、それでまた聞く、龍馬が町に来て、万竜とね、坂竜と書いたんですね。万竜町に来て、これら使いをなすかと、とさもこれあるべくとも思わると、そういうことあるだろうなっていうようなことを書いてるんですね。でそこでその日にその夜切られて大怪我してるってことは回収の耳にはまだ入ってきてないんですね。ですから大怪我したっていうことは日記には出てきません。ですから多分薩長同盟締結したという時点で江戸へ向かってその情報が誰かによって運ばれていくんだろうと思うんですね。ですから23日の夜に寺田屋で龍馬が手を切られるっていうことは江戸に行く情報の中には入っていないんですよね。だから回収は全然知らないということでございますので、回収がその名をなりにしろというような話をすることはないということが分かります。じゃあ奥さんのお龍はどうだと、お龍もそばにいましたから。ところがお龍のうちはですね、日蓮宗ではなくて浄土宗なんですね。京都の野瀬に僕一回行ったんですけれども、西林寺ってお寺があって、そこに楢崎正作の墓碑がありました。ですからお龍も法華経には関係しないということになって、それであともう一つ、その寺田屋で襲われた時に、その寺田屋のお上のお登勢がいろいろやって、助かるわけですけれども、お龍とお登勢両方がいろいろとやってくれて、龍馬は一命を取り留めるわけですけれども、このお登勢が寺田屋の近くの少林院墓地というのがございまして、そこへ行ったらば五輪の塔でございまして、妙法蓮華経というふうに入っておりました。でやはり法華経の信者だということが分かったので、一番可能性のあるのはお登勢だなと私は思っております。お登勢はその怪我をして京都の薩摩藩邸に1ヶ月間龍馬が治療を受けている時にも、どんな具合かということでしょっちゅう顔を出してたようでございますから、その中で縁起が良くないから名を陰から名をなりにしろというようなふうに言ったのではないだろうかというふうに私は思っております。龍馬の、周りにはこういう仏教の信仰をした方々がいらっしゃって、特にその日蓮宗法華経のその信者というんでしょうか、そういう方々がいたことによって龍馬はこの名前を変えたんではないかというような
ふうに私は思っております。それでこの坂本龍馬青春時代の中に「法華経と龍馬と法華経」というタイトルで確か書いたと思うんですけれども、で実は龍馬の研究の中でその仏教と法華経なんていうのを研究した人誰もいないもんですから、龍馬の名をなりは法華経から来てるなんて言ったら、アホなことを言うなと言って土佐の人に怒られまして、でもまあいろいろなとこから行くとこういうふうになってるというふうに私には思われましたので、そんなふうにしてまず龍馬研究の中で仏教と龍馬っていう接点を見つけて書いてみました。そうしましたら我が師、宮地斎一郎はですね、研究っていうものは間違いもあると、だけれどもいろいろ可能性をこう調べていくと、で一つの資料が出たことによってひっくり返されることもあるし、それから全く気がつかないことがあると。で今までその龍馬とその仏教なんていうそのいわゆる角度から書いた人は誰もいないから、これをもうちょっと進めろというようなことを言われました。それがこれが確か1999年でございますので、今から14年前になりますかに書いたんです。そうしましたらですね、ここにいらっしゃる永松聖純様が仏教と坂本龍馬というのを出されて、私読んで何て言うんでしょう、宗教の専門家、本当にもう法華経の専門家の方がこういうふうに書いてくださったっていうので、自分のその何て言うんですかね、研究の角度っていうのは間違ってなかったんだなっていうふうにしてまず安心いたしました。非常に心強く思っておりまして、この中でその、長松和尚様はその龍馬たちのその海援隊の三部作というのを取り上げてもっと詳しく書かれておられます。まあもう読んだ方いらっしゃると思いますけれども、まあ反論というのとそれから監修録といろは瓶なんて、これが三部作で、私は監修録も反論も持ってないんですけど、いろは瓶なんだけは本物を手に入れることができましたので、これは実物です。後ろを見ると土佐海援隊増版というふうにしてありまして、和英通院いろは瓶乱土佐海援隊増版というふうにした、これは龍馬たちが作ったものでございます。ただこれは発行されたのが慶応4年の3月でございますので、龍馬は慶応3年の11月に暗殺されているので、これが出来上がったのは見ていないと思います。ですから編集段階で見ていたんだろうと私は思っております。それであと、長松聖純和尚様が多分もうすでにその監修録について詳しく2月2日の講演でされてると思うので、素人の私が言わない方がいいと思ってますけれども、この中にその何て言うんですかね、龍馬の仏教思想、それから龍馬が何をやりたかったかというのをが書き込まれてるんだと。それで長松様の6代前ですか、政府の商人が
それを非常に褒めたという事実があるということでございまして、まあ、1階にはそれが非常に詳しく展示されていて、今日はかなり早く来てじっくりと展示を見てたんですけれども、非常によくできてるなと思いながら、監修録を全て現代語で読んでくださっているし、分かりやすいと思いました。もうあれだけで十分に全国ツアーに出られるという内容だと思ってます。龍馬研究っていうのはいろんな角度からこう切り込んでいくんですけれども、その仏教というとこから切り込んだ研究はないんですよね。で、私がまず、素人ながらなんとかちょっと書いたと。で、そこへ専門家の長松様が立派な本を今回出されて読んでて感動したんですけれども、そこまでその龍馬たちの仏教思想っていうのがそのルネッサンスをやるというようなところまで進んでいたのかというふうに思いながら読んでたんですけれども、研究っていうのは、いろんな人がいろんなことでこう研究していくんですけれども、その一つ一つこうレンガを積んでいくように、こう立証していかなきゃいけないんですね。ですから一つ、目標としてこういうものじゃないかというところで確証を一つ一つこう論拠を積み上げていくということをやらなきゃいけない、これからは。それで私宮地斎一郎先生から教えていただいているときに、私がその仏教っていう話を、書いたということで、いろんなアドバイスを受けたんですけれども、そのこの三部作ですね、龍馬もそのもう最後の、慶応3年で暗殺されるところですから、大政奉還やり王政復興に向かって動く、それから新政府綱領発策などといろんなものを立て続けにやってますのでね、忙しいわけですよね。ですからどこまで編集に絡んでいたかっていうのはこれありましてね、長岡賢吉というのが大変な秀才です。シーボルトから教えを受けてオランダ語もできるという男ですし、だからその海援隊分子という書記官ですよね、書記官ということで、いろんなそのものを、例えば戦中八策なんかの文章も彼が書いているわけですし、非常に文筆も優れたものを持っておりましたんで、彼が やった可能性はあると思うんですが、ただ龍馬とそのこういう本を作るっていう時に必ずやそのディスカッションというかやっているでしょうから、どのぐらい龍馬の思想がこの中に入っているかというところはこれからの研究だろうなという感じが私しております。ですから長松さんのやられたことは本当に龍馬研究に一石を投じたというふうに私は思っておりまして、これだけ立派な本で公にしたわけですから、どこかからまた反論というのが出てくる可能性もあると思うんですね。いやそうじゃないというような、だからそれで研究っていうのは進んでいくわけですから、こうと思ったら行動するというのが研究を進めていく上に、少し勇気が あった方がいいと、だろうと思うけどやはりやらないなんて言ってると結局研究っていうのは進んでいかないんですよね。
で、龍馬の本約300何十冊あるんですけれども、そのなんていうんですかね、これだけ本が出てると、その孫引きで本は1冊作れるんですよね。ですから、そういう孫引き、これはこれの孫引きだなっていうのがあるんですけれども、独立法っていうのが非常に少ないんですね。だから、長松清雄和尚の作られたものは独立法でして、誰からもその要するに孫引きしてるわけでもないところに構築していった理論ですので、これは非常に面白いと思うんですね。でなおかつ、なんていうんですかね、その国家神道という神道に行って、明治政府というのは、それで太平洋戦争まで行ってしまうわけですけれども、それが国家神道に行かなければというようなところを思わせる、あ、こういうのをここで潰してるのかというところもありますし、廃仏毀釈というのが行われてたというようなこともございますので、そういうものをもろもろ その客観的な事象を照らし合わせていくと、全然矛盾しないんですね。ですから、むしろ長岡賢吉がそのどのぐらい その仏教関係の資料を読んだのか、龍馬がどこでどれだけ、例えば海舟と、まあ、一番の師は海舟ですから、海舟とその龍馬のプライベートの会話の中に法華経なんていう言葉が出てきていたのか、そんなようなことも考えてみると、すごく面白いなというふうに私は思ってます。それでまだまだ海舟研究も完璧にいってるわけじゃないですし、まだ新しい資料が出ておりますので、ですから海舟と龍馬の関係を調べていく上で、もう船とかオランダ語とかという以外に、こういう宗教というものを一つのワードにして、調べていくのもこれから面白いんじゃないかなというふうに思っております。まあ坂本龍馬っていう人物は本当に面白い人物でありますし、いろんな分野に顔を突っ込んでおりますので、なんていうんですかね、バラエティに富んだいろんな本が出てて、まあ怪しげなものも相当あるんですけれども、これは今回の長松先生といって、ね、お上人様のご研究は必ずや評価を受けるものだろうと、長い龍馬研究の中では誰もやらなかったことをやったということで、受けるんじゃないかなっていうふうな気がいたしております。取り留めもない話でございますが、私この龍馬88話という中に、その仏教関係ということで、菩提心というようなものを書いておりまして、龍馬のその心の中のその仏教観みたいなものですかね、そういうものも載せております。これは宮地宰一郎が龍馬100話という話を書いてるものですから、私研究してていろんな話が出てきてて、で先生が100話だから弟子のくせに同じ100にしちゃいかんということで88にしてちょっと減らしまして書いてみました。まあ面白い話もいくつかあるんですけれども、龍馬がその初めて江戸へ出てきて剣術修行をやろうと思ったら、
ペリー艦隊が入ってきたということで剣術修行できなくて大砲修行をさせられてしまうという話で、そこから龍馬はそのアメリカというものをアメリカ海軍を目の前にしてその目が開けるわけですよね。要するに、2回目の時は最初は4艘で来るんですけれども、2回目の時は7艘で来て、でプラスに後からまた2艘来て9艘になるんですけれども、それでその日本は開国しろということで、脅かしをかけるんですね、ペリーは。その時に、嘉永7年の1月の25日、これは上歴にすると2月22日になりまして、ワシントンバースデーという初代大統領ジョージ・ワシントンの誕生日ということで、ペリーは祝砲を打ちたいということで126発の祝砲を打つんですけれども、祝砲と称する威嚇発砲でございまして、土佐藩はそれをこう数えてて128と 2発間違えて書いてるんですけれども、これはなぜかっていうと大統領っていうのは最高齢ということで祝砲の一番数が多いのは21発なんだそうです。で 21×6 層で撃ったんで126発なんですね。それを撃って、開国しろという脅かしをかけるわけで、なんていうんでしょうか、砲艦外交という、要するに力で船と大砲でこじ開けていくというのは、まさにペリーがやったのは砲艦外交でございまして、アメリカはいまだに砲艦外交をやってるみたいでございますけれども、伝統なんだと思いますけれども、ただ龍馬はそれを見て要するにアメリカに追いつこうというようなことを思って、アメリカから管理丸でアメリカへ渡って帰ってきたばっかりの回収の弟子になるわけですよね。アメリカを見てきたわけですから、こんないい先生はいないわけで、管理丸でサンフランシスコへ行って帰ってきておりますので、帰りハワイ寄って帰るんですけれども、そういう意味で龍馬の何て言うんでしょうかね、目的というんでしょうか、そういうものを明確に示す、龍馬活躍の基盤を作ったのが海舟でございます。ですからそういう面から見て海舟と龍馬というのはいいコンビネーションで、師弟関係としては素晴らしい師弟関係だと思うんですけれども、そういう中にもそういう話だけなく、やはりその人間として宗教っていうものをどういうふうに心の中に収めるかという、人間としてという、そこのところが海舟と龍馬だと法華経というのでつながってるんじゃないかなと思うと、なかなかこの師弟は面白い話を随分したんではないかなというような気がいたしております。今日は1階のその素晴らしい展示を見せていただいて、あれほど丁寧に監修録を全文を読み下してくださるという、あれの映像は素晴らしいと思いました。本当にこれから全国に展開するというような計画もあるそうですから、きっとその龍馬と仏教というその角度は多くの人の目から鱗という感じで、注目させるのではないかというふうに私は思っております。お約束の時間が来ているようでございますので、取り留めのない話でございましたが、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。富野先生、ありがとうございました。ここでですね、ご来場の皆様から本日富野先生にご講演いただきましたので、この今のお話を聞いて、また何かご質問、富野先生にお伺いしたいというようなことがございましたら、挙手でご質問していただけますでしょうか。どなたかご質問はございますでしょうか。はい、マイクが回りますのでちょっとお待ちください。すみません、よろしいでしょうか。はい、今日のテーマとは直接関係ないかと思うんですけども、龍馬のその生涯を考えるときに、まあ政治面でのことですけども、後の木戸公院を抜かしてはちょっと考えられないんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりのこう、まあ もちろん思想的な対決が多いんでしょうけど、その宗教的な背景というのは何かあるんでしょうか。あ、以上です。木戸公院と龍馬の間に、はい、何かその感情的というか宗教的な確執があったのかということです。はい、ご質問のは分かりました。そうですね、まず龍馬は木戸公院とは非常にいい友達関係というのがあると思うんですけれども、木戸公院は非常に龍馬というのを信頼していましたし、薩長同盟を締結した時の木戸公院というのは非常に神経質な細かい人の性格のようですから、その西郷たちと薩長同盟の締結したその条文を細かく書くわけですよね。軍事同盟で特に長州が朝敵ということになっていますので、それをその汚名を晴らしてもらいたいということで、いろいろと条件をつけて、こうなった場合はどうなる、こうなった場合はどうなるというようなことを列挙するわけですよね。で龍馬は一回にもありますけど、その手紙の後ろに主筆で紙に誓って前に書いてあることは全部本当であるというようなサインを入れてるわけですけれども、そのあれだけ用心深い男がその裏書きをしろという薩長同盟の締結の条件を、その時に龍馬が主筆であれだけ書いただけで安心するわけですよね。龍馬ってその脱藩してそれこそ、まあ海援隊という組織をで、やってますけれども、それほどそのなんていうんですかね、藩が後ろにというような大名でもなければその金持ちでもないのに、龍馬一人がサイン入れただけで安心してしまうというか、非常にその人物、龍馬がもう保証するならもう俺も安心するというぐらいに信頼しているというところが僕はあるんだろうと思ってます。手紙の裏書きを見るだけでも坂本龍と書いてありますけれども、ですからいろいろな付き合いの中でこの坂本龍馬っていうのは人間的に信用できる男であるというふうにもう決めてて、それは生涯変わらなかったんじゃないかというふうに私は思っております。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。他にご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、先生ありがとうございます。私は、幕末をドイツでずっとここ 4,5 年やってまいりまして、つい最近霊山の歴史館で、幕末のドドイツということで、1時間半講演させていただきました。その時にびっくりしましたことは、龍馬さん龍馬さん
早う逃げんと殺されるよ、今殺しに行ったよ、早う早う逃げやす、ほんまどっせということでスタートを切ったんです。それは何か言ったら携帯電話ですね。携帯があったらその時は殺されてなかったかなというように、まあ、思いました。まあ、定められた命だと思っておりますが、誕生日が33歳の誕生日が亡くなられた日ということで、それでどんな心のゆとりを持っておられたのかなと思いまして見ましたら、びっくりしますね。船を沈めたその償いは金を取らずに国を取ると。これは先生ご存知のいろは丸事件のことですね。徳川幕府を向こうの紀州を向こうに回して、そして、そういう名歌を作っておられると。それから何をくよくよ川端柳、水の流れを見て暮らす、これ死ぬ前の幸せの一時だったな、心にゆとりがあるなというように思いました。でそこから、今に起こるよ平成維新、戦中八策龍馬行きと、このように我々は坂本龍馬に、都々逸を建て祀ったような状況がございました。それから今、仲がいいとか悪いとか言っておられましたけど、桂小五郎も、梅と桜と、人と一時に咲きし咲きし家中のその苦労と、ものすごく苦労して二人でやったなということをちゃんと今平成の時までドドイツで残しておられるのをこう見ましてですね、なんといい友達だったなというような感じをドドイツの歌からして私たちはヒントを得ております。今日はそういう意味でドドイツと引っ掛けまして、坂本龍馬さんの本当に今ある状況を称賛していきたいとこのように思っております。ドドイツやっております一条寺光一でございます。失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。他に何かご質問のある方はいらっしゃいますか。こちら、ちょっと遅れてきたもんですけど、ちょっとフリーメイソンというので興味あって、でここが本門物理宗と関係あると思うんですけど、その坂本龍馬がフリーメイソンを知っとったと思うんですけど、それを簡単に知っとったかどうか、それと本門物理宗のこのとこでフリーメイソンと坂本龍馬の講演とどういう意図があったかと簡単に質問がちょっとおかしいかな。まずおそらくそのチラシに龍馬はフリーメイソンかというようなことが書いてあるからということですね。これは海野先生のお話ではなくてですね、坂本龍馬は長崎でいろんな活動、海外の方と活動しておりましたので、その相手先にフリーメイソンの方がいたので、そういう方と交流をする中で、もしかして坂本龍馬は、クリスチャンである、あるいはフリーメイソンの一員だったんではないかというような都市伝説が生まれるほど、坂本龍馬という人はいろんな解釈をされているけれども、本当はどうなんだろうかというような意味でそこにフリーメイソンという言葉を使っているわけですが、先生坂本龍馬とフリーメイソンの関係について何かご意見ございますでしょうか。ですね、この話は別にどっかの講演の時もやっぱり出たんですよね。本当ですかというのを、私は分かりませんと言ったんですけれども、いや、あの本も読んでみたんですけれども、これは暗号であると言って、例えば龍馬がその最後に慶応3年11月13日に陸奥宗光に宛てた手紙があるんですね。差し上げんと申した脇差しはっていう有名な、今時に言ってるからという、
それはいや、そういう意味が表だけど裏にはこういう意味があるんだと言って、全部それが暗号だというふうに解釈されてるんですね。でどこにその根拠があるのかって何も書いてなくて、そういう読み方をすれば何にでも暗号になって、暗号文になっちゃうんだなという感じがして、なんかもう読む気がしなくなりました。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。ちょっと最後にもう簡単ですけども、はい、今日坂本龍馬をこう題材にこう講演されましたけど、その意図っていうのはどういうことなんでしょうかね。坂本龍馬を講演、はい、この1階で展示を、坂本龍馬を大々的に仏教徒として展示をしている意図でしょうか。と先生の講演と、はい、そうですね、要するに坂本龍馬を取り上げられた意図はどういうことなんでしょう、はい、ミュージアムの意図ですね。館長にお話ししていただきましょうか。ミュージアムでも、はい、はい、やっぱり歴史上のスーパースターというのは何人かおられまして、織田信長さんですとか、あるいは義経ですとか、まあ、いろんな方がいる中で、坂本龍馬さんほど我々にとって身近でですね、大河ドラマでも何回も取り上げられていると。でそういう方を通じて今世の中ある意味ではいろいろ混沌としていると思うんです。超少子高齢化の問題にしろ、なんかこう事件が相次いだり心がふわふわしてたり、そんな時に坂本龍馬という誰もが知っている歴史上のヒーローを通じて今の我々が何か考えられないだろうか、その切り口の一つが、我々はまあ本物お寺なんですが、龍馬と仏教って今まであんまり語られていない切り口があると。でそこから私たちがこうなんかお寺っていうとお葬式にだけ行きゃいいやとか、あるいは法事の時にだけ行くではない何か、もっと自分の生活に身近なものがあるんじゃないかっていうことを感じていただけるんではないかということで、お寺がやってるミュージアムでは龍馬を取り上げました。そして今日の講演でもお聞きいただいた通りですね、やっぱり高知の桂浜に行くとですね、龍馬ファンの若者たちもたくさんいます。だけど先生が今日おっしゃった父と母の亡くなった日付を送ってくれと、あるいは父と母が書いた短冊を送ってくれと、あれだけ国事に奔走して忙しくやってた龍馬が自分の両親のご栄光供養のことを忘れずにずっと駆け回っていたという、その何々衆とかだけじゃなくてですね、そのごく当たり前に持ってる親孝行の気持ち、あるいは先祖を供養する栄光するっていうような気持ちを龍馬ファンだって言ってる人たちは、若者も含めてみんな今学ばなきゃいけないんじゃないかと、そういうそのヒントが龍馬という人にあると、私たちはこう面白おかしい突拍子もない、まあ、フリーメイソン説とか、あるいは龍馬はいなかった、龍馬なんか何もしなかった、もういろんな本あるんですけども、そうじゃなくて現代に生きるなんかヒントがあると信じて取り上げさせていただきました。それが意図でございます。すいません、ありがとうございます。他に、ご質問なければこれで終わらせていただきたいんですが、ただちょっとお手がありました。どうも。実は先ほど龍馬っていうか海援隊が3冊の書物をお出しになって、その中の一つを、まあ、説明されたんですけれども、そもそもその一つ目の本の監修録ですね、私も見させていただきまして、実は、まあ、その時の講演会にも寄せていただきましたけれども、まあ、その中で、もう一つあるんですね、反論というやつですけれども、どうなんでしょうか、今久美野先生の方のいろんな、まあ、龍馬の関係の集まりがあると思うんですけども、この反論に関しての評価といいますか、議論といいますか、中身ですね、このあたりは坂本龍馬が変えたんじゃないというようなイメージでもう全くこう議論されていないのでしょうか、それともいえいえそんなことないですよと随分と研究して、あるいはまたこういう具合にこうなってああなってというようないろんな議論が百中しているんでしょうか、そのあたりちょっとお聞きしたいんですけれども。はい、
反論に関してはいろいろなまた説ございまして、私のその坂本龍馬全集を作った宮地佐一郎先生に伺いましたところ、やはりまだまだ疑問の余地がいっぱいあるんだということでございますので、私はあれに関しても陸奥宗光とも読めるとかっていうようなこともあるみたいですし、未確定だというふうに私は思っております。ですからこの監修録も長岡賢吉というふうに著者はそう書いてある、これ私コピー持ってるんですけれども、これも完全に長岡賢吉というふうに刷ってあります。ですからまだまだこれは研究の余地のあるものと思っております。この3冊ですね、どういう形でどういう編集をしたと、誰が関わったんだというようなところで、まだまだ研究余地あるというふうに私は思っております。そういうことですね。なんていうか、ある程度定まってるというものではございません。はい、はい、ありがとうございます。本日の荻野先生のお話の中で、龍馬の諱名であるお名前が法華経如来寿量品の入和式時期七時期という言葉から取られたかもしれないというお話がございまして、私たち本門陸奥龍宗ではこの入和式七時期ということを大切にしていて、信徒の皆さんにお話の中で、入和七時期では少し難しいので素直正直と言い換えて、素直正直に生きることを、耳にタコができるぐらいに教えられるわけですが、ですので今日のお話を荻野先生から聞いて、私も龍馬の名前がここから取られたもんだったらいいのにな、となんとなく嬉しいなという気持ちはございますが、もちろん先生あまり画伝飲水してはいけないわけで、本当にフリーメイソン、まだ龍馬はいなかった、あるいは龍馬は神道の人だったと、いろんな説がある中で、これから、先生からもこれからもいろいろと教えアドバイスをいただいていきたいなと思うわけでございます。ご質問の時間をちょっとこちら終了とさせていただきまして、最後に当京都物流ミュージアムの館長である永松清純より荻野先生にお礼のご挨拶を申し上げさせていただきます。館長お願いします。はい、ありがとうございます。荻野先生、本当にお忙しい中、今日は物流ミュージアムでの講演会本当にありがとうございます。皆様も長時間にわたりましてありがとうございます。ご紹介にもありましたが、荻野先生は全国龍馬社中の副会長でもあられまして、高知県の観光特使大使でもあられまして、また幕末史研究会という研究会の会長もなさっておられます。実は NHK の龍馬伝がやった時には、もう龍馬伝の NHK 様からお声をかけられまして、福山雅治さんとかですね、そうそうたるメンバーと一緒に記念写真を撮影現場で撮られているようなお方でもありまして、私もいつもお会いをしたりするたびにですね、幕末史研究会に寄せていただいたときは、坂本龍馬の直系の、あれはななん、あの方は何代目なんでしょう。9代目です。9代目の、坂本家当主の方ですとか、あるいは勝海舟の、直尊の方にもご紹介いただきまして、榎本武明家の方だとか、もうそうそうたるですね、幕末にあるいは明治に活躍された方々との交流を持ちながら、また研究を進めておるという方でもあります。また孫正義さん、さっきちょっと話が出ましたけども、孫正義さんからも呼ばれて一緒に食事会なんかをその方々で
龍馬研究を通じてですね、そういうこともなさってて、もう我々にとってはですね、私なんかも研究で今本当にちょっとおだてていただきましたけども、研究者としては素人でありまして、宮地斎一郎先生含めて本当に系譜、龍馬研究の系譜をしっかり受け継いでおられるのが、今日我々が講演会をいただいた尾身の先生であります。でやはり仏教という切り口でございますが、ご講演の中にあった通り、これからも一つの大きな切り口、テーマとして課題として、また研究を本当に一石を投じさせていただいているわけですから、今日の講演でもと思う研究者も他にはいるかもしれませんが、でも確かにですね、この短冊も本物ですし、龍馬の手紙も本物ですし、龍馬存命中の海援隊公式出版物は監修録ですし、その事実からまた研究を進めていけたらありがたいというふうに思います。尾身の先生はお父様が刀剣の研ぎ師でもあられまして、もう本当に侍というか、日本の伝統文化への造形はその血に流れておられるんじゃないかなと。また、その刀剣のことでアメリカ政府、あるいはアメリカのヨーロッパの諸団体から呼ばれてですね、世界的にご活躍をしてた方でもあります。今日は龍馬88話ということで、最近の近著である本を後ろの方で、販売、させていただきたいと思いますので、ぜひお求めいただきたいですし、実は先生の著書の中にですね、いくつかポイントがありまして、坂本龍馬青春時代っていう本は、僕も執筆中もう200冊以上本わーっとこう見ましたけども、びっくりするぐらいやっぱりこの仏教との切り口があって、参考にさせていただきました。また別の著書には、坂本龍馬と竹島開拓という本もあります。まさに今ですね、領土問題でよくよく取り上げられる尖閣、あるいは竹島というようなことに関して、幕末当時どういうことがあったのか、坂本龍馬はどういうことを考えていたのかという本がもう一冊にまとめられているのが、また尾身の先生でございまして、これも一つ大きくご紹介させていただいて、ぜひ皆さんも興味があったら図書館、あるいはアマゾンとかでもですね、まだ取り寄せることができますんで、読んでいただければ大変ありがたいなというふうに思います。尾身の先生、また今度全世界全国のですね、龍馬大会があるんですよね先生。横浜国立大ホールだったんでしょうか、まだ決まってないんですかね。横浜でやるとは決まってるんですけど、会場がまだ確定はしてないと思うんですけれども、候補になってると思います。もうドイツ龍馬会とかですね、もう全世界に龍馬会はあるわけなんですが、そういう世界団体というか全国的な団体を含めて尾身の先生にご活躍いただいて、なんか本当に日本の新しい元気に貢献いただけたらありがたいと思っております。また京都物理ミュージアムでは今後ですね、今日は龍馬ですけども、宮沢賢治と、法華経とかですね、法華経の世界とかいろいろこうやっぱ楽しい切り口で、ちゃんと意図ははっきりいたしますが、これからも楽しくて勉強になるプラスになる展示会をしていきたいと思っておりますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。重ねて尾身の先生にお礼申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは京都物流ミュージアム主催寺子屋アスコラボリューム5、坂本龍馬と仏教の講演は以上をもちまして終了とさせていただきます。この後、先ほど館長からお話がございました尾身の先生の著書龍馬88話が後ろのカウンターで販売をさせていただいております。1冊が1900円に税を入れて1995円という値段でございます。本日は特別に本を買っていただいた方には尾身の先生からサインをいただけるということですので、本を後ろで買われた方は尾身の先生後でこちらに座っていただきますので、本を持ってそちらに行ってサインをもらっていただけたら結構でございます。ぜひ本日の講演で興味をお持ちになった方は
ご購入いただいてサインもいただいて帰ってください。本日は長い時間また尾身野先生、誠にありがとうございました。ご来場の皆様も本日は誠にありがとうございました。